新横浜遊び場トイズカフェチャンネルへようこそ。このチャンネルでは最新の映画、おもちゃ、アニメの情報をお伝えする番組です。ケンちゃんです。ジュラシックワールドがいよいよ公開されたということで、いや怒涛でもう大ヒットですね。いやすごいです。やっといよいよねクライマックスの映画ということで、アメリカでも7週連続現段階でね、現時点で7週連続ランクインしていて、もうとっても大ヒットしています。今日はそのジュラシックワールドを 120% 楽しめる方法、トリビア、ちょっと時系列などをねここで改めて、ちょっと教えできればなと思っております。ジュラシックパーク、ジュラシックワールドの見る順番とか新旧作品のつながり、 120% 楽しめる方法はどんなのかということをね、ちょっと今回お知らせしたいと思います。よろしくお願いいたします。ジュラシックパークといえば1993年にマイケル・クラントンによる小説を映画化したものですね。スピルバーグが、スティーブン・スピルバーグ監督が映画化した作品。まあつながりを少しね、まずジュラシックパーク、ジュラシックワールドの見る順番なんですけど、ジュラシックパークからジュラシックワールドの最終作まで6部作あるんですけど、まあもしかしたらジュラシックパーク3は見なくてもいいかもしれないです。さあ、そしてジュラシックパークとジュラシックワールドのつながり、ここをちょっと一つポイントとして、皆さんジュラシックワールド新たなる支配者を見る前に、ちょっと確認しといていただきたい。これを見れば 120% 楽しめる、ジュラシックパークとジュラシックワールドのつながりということで、まずつながり1、舞台はイスラ・ヌブラル島サイト A という場所がですね、ジュラシックパーク、ジュラシックワールドで共通の場所として、出てきますね。ジュラシックパークではそこでロストワールドとかではサイト B だったんですけど、同じ舞台が出てきます。そしてつながりに、ジュラシックパークの創設者ジョン・ハモンドさんですね、はい、ジュラシックパークシリーズの会社の社長であったジョン・ハモンドさんがジュラシックワールドでもしっかりと、銅像として出てきますね、はい。そしてやっぱりその元もその新しく今後出てくる会社としてもいろいろつながりが出てきます。はい、そしてつながり3つです。ティラノサウルスは全部同じティラノサウルスなんです。はい、これびっくりですよね。ジュラシックパークに出てくるティラノサウルスとジュラシックワールドに出てくるティラノサウルス、実は同じ種類なんです。同じ人物なんですね。はい、ジュラシックワールドで実はティラノサウルスに首元に傷が3本あるんですけど、これはジュラシックパークで最後にラプトルと戦った時の首の傷跡なんですね。はい、これがねすごい、ジュラシックワールドでは出番がね少ないんですけども、あのティラノサウルスとベラキュラプトルがジュラシックワールドでは一緒に戦って、かつては敵対同士だったのが仲間になるというね胸安展開もあります。そしてつながり4、ヘンリン・ウー博士、はい、これねジュラシックパークとジュラシックワールドに登場した人間のキャラクターでね、演じるのはねウォンさんなんですけど、はい、もともとねセリフが全然なかったキャラなんですけど、ジュラシックワールドで一気にすごいキャラになったということで、ジュラシックワールドシリーズの事件を起こす彼の仕業が今回の事件の元になっています。はい、そしてあとはつながり5、イアン・マルコム博士ですね。ジュラシックワールド炎の王国でも登場し、今回のジュラシックワールド最新作でも登場しますけども、ジュラシックパークロストワールドの、生き残りイアン・マルコム博士、はい、彼も登場します。そしてミスター DNA、 これもねミスター DNA も、ジュラシックパーク、ジュラシックワールドで両方出てきます。そしてジープナンバー20、これねジュラシックパークに出てくる車なんですけど、ジュラシックワールドにも出てきます。はい、これもぜひ注目してください。そして旧ジュラシックパークのビジターセンター跡地、はい、ジュラシックパークの元々の博物館があった、場所がジュラシックワールドの最終決戦地になってます。このつながりもね確認していただくとなおさら胸熱だと思う。ここまでざっくりとちょっといろんなつながりを言ってきたんですけども、やっぱりジュラシックパーク、ジュラシックワールド、これもう本当最終作なので、コロナ禍の影響でね約1年延長されたジュラシックワールド新たなる支配者、いよいよねコリン・トレボロー監督、ジュラシックワールドの初代の監督がスターウォーズエピソード9を断って、この最終作を手掛けたという今回の作品、人間とね恐竜の共存を描いた作品になっていると思います。ぜひ皆さん、ジュラシックワールド最終作をいろいろ前知識を持ちながら間違いなく楽しめると思います。ということで、マイクマンどうですか、ジュラシックパーク楽しみですか？楽しみです。ね、はい、ということで今日はジュラシックパーク、ジュラシックワールドを
最新作のために 120% 楽しめる、情報をお知らせいたしました。よかったらチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ガオガオ、またねー。